電飾コロシアム。マジで全然できない人やなと思う。私のなんか仕事とかぶりとか知らないのに言わないでほしいです。この棚卸しを丁寧にすると初っ端からなかなか息のいい方。じゃあ清水さん、今日の意気込みをお願いします。はい、私はもう今の会社でずっとトップセールスを張っているので取り合いになるんじゃないかなと思います、うん、で、あともう年収1000万っていう壁はもう譲りたくないので、うん、そこを紹介してくれるようなところと巡り合えたらいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。何か不安な点とかってありますか？何ですかね、実際その私は自分がもうずっとナンバーワンでやってきてるので、うん、そこをちゃんと評価してくれるっていう人たちがいるのかなっていうのは若干気になってますね。なるほど。じゃあぜひその自信と結果を言ってもらっていいエージェントが見つかればなと思うので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自信に満ち溢れた転職志願者、エージェントたちは彼女をどう料理するのか。それでは転職コロシアムのお時間です。それでは志願者の方、自己紹介をお願いします。はじめまして、私清水と申します。この度は転職を考えておりまして、この機会にぜひご相談させていただきたいと思いまして参加させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。清水さん、今回の転職のこうきっかけは？人材、IT、医療など幅広い転職支援ならお任せあれ。株式会社時効、平田和重。清水さん、今回の転職のこうきっかけはとか目的をぜひ教えてください。そうですね、だから今の職場が自分の仕事に対して報酬が少ないなというふうに感じるので、うん、ちょっともっと自分のスキルを生かして高い収入を得られるところに転職したいというふうに考えております。じゃあ今回のこう転職の目的はご自身のキャリアアップと、まあ、特に年収アップということで間違いないでしょうか？はい、そうですね。具体的にはこう希望年収みたいなのをお伺いしてもいいですか？希望年収はもう1000万ぐらいを目指して頑張りたいと思ってます。目標は高くていいと思います。ありがとうございます。1000万の目標はいつまでに？ハイクラスの求人を得意とし、社長クラスの決定率を誇る株式会社 DYM 山田圭太郎。1000万の目標はいつまでに達成したいとか、はい、ございますか？そうですね、今の営業先でもトップをずっと張ってるので、もう3ヶ月か6ヶ月以内には必ず達成したいなというふうに思ってます。現年収はいくらになる？今がだいたい450万円ぐらいでして、はい、なんかトップの割にはちょっとこう報酬が合ってないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、自分のことを正しく評価してくれる、正当に評価してくれる会社に勤めたいなっていうふうに考えております。今の仕事をやられて何年ぐらい経たれてるんですか？今3年ぐらいですね、うん、はい、ありがとうございます。もう少しこう具体的に営業、今やられてる営業の内容をお伺いしてもよろしいですか？はい、今人材会社で求人広告の枠を売る仕事をしておりまして、うん、それで同期の中でずっともう入ってからナンバーワンを続けてるという形ですね、うんうん、ありがとうございます。同期とか営業の組織自体は何人ぐらいいらっしゃる？同期は100人から200人ぐらいで、その中で一番をずっと続けてます。すごいですね、うん、今の職場での転職支援×占いの移植エージェント、合同会社 K2T プランニング、太田優衣。今の職場でのなんか不満とかってございますか？ずっとこう一番を張らせていただいてはいるんですけど、なんかこう同期との張り合いがない、差が大きいなっていうふうに感じていて、はい、でその何ですかね、上司とかからもなんかもう使えない人ばっかりで、何を相談してもなんかもう自分で勝手にやれみたいな形で、なんかこうスキルアップをしていきたい、今度収入を上げていきたいという中で相談してくれる人がいないっていうので、もう本当に毎日なんかイライラしながらってなってしまってる状況で、はい、なんていうんですかね。これちなみに IT エンジニアの転職を支援する人材系 YouTuber、 株式会社きっかけクリエーション、諸淳一郎。これちなみに、はい、なんか同期で相談できる人とか、まあ、この人だったら、まあ、一応話せそうかなみたいな上司の人とか、まあ、社長とかでもいいんですけど、そういう人っていたりします？どうですか？なんかもう周りに尊敬できる人がいなくて、なんかもうこの人に話しても無駄だなって思うことが非常に多いっていうふうに感じてます、うんうんうん、だからもう
ずっとこの私はナンバーワンになって頑張ってエネルギー上げていこうっていう風に働いてるんですけど、他がそうじゃないから一緒にいてもこう成長できないなと思って限界を感じまして、他の会社に移ってもっとこう競争率の激しいような会社にで活躍していきたいという風に思ってます。周りの環境に不満を漏らす志願者、ひたすらに向上心が高いだけなのか、それとも。これちなみにもう一個ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、まあ、なんか1000万稼ぐって結構、はい、何を売るかって商材とかがだいぶ大事だと思ってて、 で、はい、そうなった時に例えば僕がすぐ思いつくのって、なんか不動産の投資用不動産のピンポンとか、あとテレアポがっつりする営業とか、そういうイメージとかは一個あるんですね、はい、なんかやる仕事自体は営業だったら稼げれば何でもいいって感じですか、実際どうですか。そうですね、今せっかく人材会社でこれだけキャリアを積み上げてきたので、できれば人材会社でやりたいという気持ちもあるんですけれども、やっぱりその限界があると思うので、うん、単価の大きいものに挑戦していきたいという気持ちもございます、うんうん、でもその営業をするに、同じ営業をするにしても、そのなんか下流の仕事みたいなのをやりたくなくて、うん、なんかもうテレアポでアルバイトでもできるような仕事とかではなくて、もっとこうレベルの高い経営企画であったりとか、なんかコンサルであったりとか、うん、そういう仕事に回っていきたいなっていうふうに思ってます。ちょっと違った観点からご質問させていただきたいんですけど、生、はい、年月日とあと出身地を教えていただきたいんですけど。生年月日と出身地ですね、はい、と平成9年の4月29日です。出身は大阪です。わかりました、ありがとうございます、はい、なんで生年月日聞いたんですか。今私この、転職のご支援させていただいている時に、昔からちょっと占いとか、投資とかそういったものの一応能力がありまして、なんかそういうのもプラスで働いたらいいなと思って、あの転職支援させていただく際にそちらも使わせていただいてご支援させていただいているっていう感じになりますね。占いを使って支援するんですか。そうですね、なんか結構占い自体はあのいろんな占い師さんとかいるんですけど、で学ぶとまあできたりはするんですけど、私は昔からこう見えたりする、まあ、いわゆるスピリチュアル的なもんがあったりするので、そちらも使いながら転職支援に役立てれたらいいなと思ってしていますね。へー、そんなのあるんですね。聞いたことも僕も初めて聞いたことも。そんなのある。しかもなんか技術とかじゃないですね。そうですね、結構占いさせていただいてると、うん、あの皆さん悩みがやっぱり恋愛と人間関係とあとお仕事なので、うん、そちらも使いながらやれたらすごくいいなと思って、まあその人に合うような職種とかをご提案させていただいてるっていう形になりますね。ごめんなさい、占いで一体何がわかるんですか。占いに疑念を持つ志願者、投資能力でどう彼女を導くのか。占いではその人に合った職種ですとか、あとその人に合った仕事環境、どういったところの方がその人の個性を生かして働けるかっていうのを、今までの生きてきた中でこの人がどういった生き方をしてきたなとか、今のお仕事でどういう状況にあるなっていうのを感じ取らせていただいて、次に転職する際にそこの今の職とか、あと前の職で悩んだことっていうのを緩和して、次のステップアップのお仕事ことをご紹介させていただくっていう形になりますね。気持ちの支援とかっていう話になってくるんですかね。気持ちとあとは環境、やっぱり見させていただいた時にその人がどういったことで悩まれていた、どういった環境で悩まれていたっていうところをにスポット当てて、次はどういったところでこういう仕事のこういう環境の方がいいなっていうのをご提供させていただくっていう形になりますね。それが感覚的にわかるって。そうですね、今回は清水さんを見させていただいて、それが投資能力でわかるっていう形になります。投資能力、投資すごいです、はい、投資してるんですか。今投資してます笑うと思ってますよね今はそうですね、これは清水さんを見させていただくと皆さんについているんですけど、ご自身の後ろにまた同じ、まあ、清水さんでしたら清水さんの後ろに投資で見させていただける清水さんがいらっしゃるっていう状態になりますので、清水さんの後ろに清水さん、清水清水さんの後ろに清水さんがいるっていう形で、ジョジョのスタンドみたいな感じなんですかね、中イメージは。そういうわけではイメージとしてはそういった感じになります、はい、じゃあ今あの後ろら辺に。そうですね、なので私さっきから透明耳の清水がいるんですか。そうですね、すごっ。
まあ、じゃあそもそも、はい、これぞ才能の塊、見せるか天才の表し、株式会社ソロモンリサーチ&コンサルティング金藤良也。まあ、じゃあそもそも、はい、自分に自信ある方やと思うんで、そこはすごく大事だと思うんですよ。じゃあそもそもなんでこの機会を年収チャンネルに求めたんですか。はい、年収チャンネルを見させていただいてまして、でゲストの方とかの人たちを見ていて、まあ、失礼なんですけど、自分より稼げるようには見えない、優秀なようには見えない人たちがすごい高年収を稼いでるっていうのを見て、もう納得できない、でも私がとにかく超えてやろうっていうので、まあ、ここで出て私の方ができるってことをアピールしていこうというふうに思いました。アピールポイントなんですか。何が練習チャンネルのゲストより優れてるんですか。実際に私はもうその営業の成績をずっと一番でやっていて、なおかつ同期の100人200人の中で一番で、その件数も非常に多いので、まあ、違うものあるいは同じ商材を扱えば絶対同じラインには立てるなっていうふうに思ってます。ちなみに今回あの清水さんのご希望を叶えるっていうところでいくと、はい、年収1000万っていうのが一つの目標だと思うんですけれども、はい、それをまあ今後一緒に考える前提で、年収アップするためにどういう転職が必要だと思われますか。まず大きい会社であることは必要だと思います。あの、まあ、会社に力がない限りはどんだけ業績を上げても、まあ、収益にはなりづらいっていうふうには思うので、あとは何でしょうね、その還元し、あの実力のある人に還元するみたいなシステムがちゃんと整っている会社を選ぶ必要があると思います。これ考え方の一つなんですけども、私たちが考える年収をアップする転職っていうのが、はい、そもそもあの清水さんの会社内のご評価っていうのも大事なんですけれども、そもそもその会社と事業が利益がしっかり出ているのかっていうのがすごく重要なんじゃないかなって私たちは考えていまして、そう考えると今例えばあのやられている広告営業の営業の、そのいわゆる営業利益ですね、その今やられている営業の商材の利益ってご存知だったりしますか。全体の数字については具体的にはわからないです。あ、はい、あの一般的に広告ってやっぱ 10% 高くて 20% かなというふうに思っておりまして、あの仮にあの本当に年収アップを目指すのであれば、まあ、ご自身のまあ能力とスキルっていうのもそうなんですけども、利益率が高い会社に行くっていう考え方が重要なんじゃないかなというふうに私たちは思っています。なんか今のにちょっと補足させていただくと、なんかその通り、本当にコメントとしてはその通りなんですけど、多分なんか選ぶ業界がそもそも大事ですかね。だから例えばあの M&A って最近ってですね、結構その会社を買いたいっていう経営者の人とかっていっぱいいて、で例えば DIM さんとかも M&A とかってやってると思うんですけど、 M&A ってあれ山田さん大体一件決まると数千万とかどのぐらいのフィーですか。フィー体系に関しては、うん、あのその会社との契約によっても、うん、あの変わってはいるんですけれども、うん、あの1000万だったりとか、うん、あのもうその大きい買収を成立した場合は、うん、あの数億円の単位になってきます。でそうなった時に多分今求人広告って、まあ、おそらく、私のイメージなんですけど、売ってる金額って多分100万とか200万とか、多分よっぽど大きなプランとかじゃないとそのぐらいの金額かなと思ってて、まあ、しかも利益率がそんなに高くないと。で M&A ってまあ一言で言うと利益率が高いし、まあ、動くお金が数千万とか数億なんですっごい大きいんですね。ですんで会社がどうこうっていうよりは、実はなんか業界をどこ選ぶかっていうのはすごい重要だなと思ってまして、まあ、正直お金がある業界を選ばないと年収って僕絶対上がらないと思ってて、まあ、これはポケモンで言うと、もうあのもう明確にキャラ差があるのと似てるとですね、だからどんなにスキルがあってもなんかそもそも業界間違えちゃうと1000万狙うのが、そもそも無理ゲーみたいなケースって結構あるので、なんかそこは意識していただけるとなんかギャップがないなんか転職ができるのかなっていうのがちょっとおせっかいかもしれないんですけど思ったことです。うん、今の業種の話は分かったんですけど、うん、やっぱりレベル、なんかお金があるにしてもなんか不動産とかそういう系の業種はちょっとなんかレベル低いかなって思うんで、もっとなんか違う業界に行きたいなって思うんですよ。でなんかもう調べてるとなんか IT 系とかやっぱり今強いみたいなんで、なんかそっちで活躍できたらなっていうふうに考えてるんです。で、まあ、今私も業績がまあ一番でずっとやってるので、それなりに年収で雇用していただけるんじゃないかなっていう考えてるんですけど、どうでしょうかね。マイナス印象になり得る発言をしてしまう志願者、これらの発言をエージェントたちはどう捉えているのか。まあ、僕今転職エージェントもやってて、はい、MA 系のところの相談とかも受けてるんですけど、うん、まあ話聞いてる感じマジで全然できない人やなと思う。なんでかっていうと、うん、例えば、うん、トップ営業マンで自分の商品の
利益率答えられへんやつなんて、うん、マジでいないんですよ、うんうん、さっき全然答えれなかったじゃないですか、うん、そうですね、うん、まずその時点で、あ、この人多分嘘もんっぽいなと思ってたら、うん、なんか業界のことも営業の下流はダメって言ってみたり、うんうん、営業できる人が一番重視するのは量なんですよ、うん、量が一番大事、つまり下流からしっかりこなせてる人が営業としてはトップを取っていく、これを分かってない、絶対にトップセールスじゃないなって思う。だからさっきの今の実績ってどう、はい、ほんまなんかなってめっちゃ思っちゃってますね、うん、僕は。じゃあまあトップセールスって自分では言ってるから、はい、まあ、掘り下げていきたいんですけど、今じゃあ同期何いる？同期が200人ぐらいですね。200人、じゃあそこでトップを取ってるって言いたいんですかね。そうです。それは全員200人の売り上げ何と比べて言ってるんですか？200人に対して、売り上げが強いのか、もっと定性的なところで 見られてて評価が高いのかとか、何なんですかトップセールスって、この200人の中で。うん、全員で同じ商材を扱ってるわけではないので。そうですね、はい、で、あの今の事業部で私が最年少で主任を張ってるっていう感じですね。主任、主任って何をするんですか？ちょっとよく分かってないんですけど。同期で主任だったのが私だけだったの で、私がもうずっと一番みたいな感じです。他にいないっていう。200人の中で一人だけ、清水さんだけ。でその事業部では私だけです。事業部では他にはいる？他は把握してないです、ね、把握してない、全然把握してないですよね、さっきから。志願者の穴を見つけてしまったエージェント金と彼の猛攻が止まらない。例えば同期で1位っていうんやったら、何を他の人も、あ、でも確かに最年少で 主任取ってたなとかもあると思うんですけど、じゃあ結局、じゃあ今の商材でもいいし、はい、事業部でもいいけど、何人いるんですか組織として。組織として比べれる対象として何人いるんですか？事業部は5人で、同期は2人、私含めて2人ですね、うん、ってことは100人の中で1位とか言ってたけど、その事業部5人のそこの同期2人やったら、同期で1位って言ってもこいつに勝ってるだけじゃないですか？ね、でも売上は私が一番なんで。え、この人よりやろ？この人、そうです、そうですね。他の人100人も全然把握しないわけでしょ。部署が違うし、商材もちょっと違うので扱ってるものが違うから、うん、別に比べられないっていう感じです。それでその言い方やばいっすよ。だって2人で、何やろな、2人が参加してる大会で優勝しただけで競技人口100人みたいな、でもここの大会は2人だけ出てましたで100人の競技の1位ですって言ってるようなもんですよ。やばくないですか？確かに私はちゃんと売り上げを立ててるんで、それは間違いない事実やと思ってます。でも売り上げ立てることはすごいことだと思うんですけど、はい、どうやって売り上げを立てたんですか？具体的にどんなことをしたか。今私がその事業部の売り上げの8割を占めてるっていう形ですね。それは自分で開拓をしたのか、売り上げを自分で取りに行ったのか、もしくはもともと事業部で8割持ってたのを清水さんが担当になったのか、それはどちらになりますか？少しは自分でもその新規開拓してるんですけど、もうほとんど、そうですね、前の上司の方から、前の方が異動になったのでっていうので引き継ぎでいただいてるっていう形で、まあでもそれが一番私の持ってちょっと継続して契約してくださってるので、それは私の力かなと思ってます。ちょっと気になったんですけど、少しっていうのは新規はどれくらい開拓されてるんですか？継続してその続いてるとこはないですね。引き継いでから期間ってどれくらい経ってるんですか？3ヶ月ぐらいですね。例えばその3ヶ月間って、最初の1ヶ月は挨拶とか、はい、前任からの引き継ぎで行うべきタスクとか業務がメインだったかなと思うんですけど、なんか3ヶ月間で、清水さんが工夫されたこととか、引き継いでから提案したことってどんなことがあるんですか？で、私引き継いでから、そのレポートの日付ちゃんと入れて報告したりとか、その家電の回数増やして、できるだけその現状の報告とかをちゃんとお話しするようにしてます。実際に引き継いでからさらに売上が上がったとか、そのままなのか、そのあたりはいかがでしょうか？
気持ちなんか上昇傾向にあるかなっていうふうに思ってます。かしこまりました。カネトを人にエージェントらは志願者に対して不信感を募らせる。彼女の運命はいかに。まあ今ずっと話聞いてて数字にめちゃくちゃ弱いよね清水さんって。例えばほんまにできる人やったら自分が3ヶ月、まあ、主任なんか知らんけど主任になりました、どんぐらい売り上げ上がりましたか、あまだ上がってなくて6ヶ月後には 5% 上がる見込みですとか、そこの数字で答えるんですよ。でもそうですね、気持ちいい上昇傾向ですかね。この時点で多分営業として今まだまだな人なんやろなと思ってて、でも逆に自信ってすごい大事やからそこだけは褒めれるとこかなと思ってて、一個聞きたいのが営業マンにとって大事なことって何やと思います？トーク力だと思います。営業先の人とコミュニケーションが取れる力かなっていう。なるほど。じゃあトーク力さえあれや売れるみたいな。まずはそれが必要かなと思いますね。まあ今ので多分皆さんも感じられたと思うんですけど、まあ、すごいハリボテ感がすごくて、この人が本当に売れるんだろうかって多分視聴者も僕らも全員思ってんですよね。ほんだら今清水さんがやらなあかんことってその変なプライド捨てることなんですよ。生きたい業種コンサルです。じゃあ何なんですかコンサルって、分かります？コンサルって何やるか分かります？なんか企業とかに対してなんかその経営とかのアドバイスをするみたいな仕事かなって思ってるんですけど。ほう。じゃあ企業からなんか新商品のプロジェクト立ち上げるってなった時にコンサル依頼されたとするじゃないですか。はい。アドバイスやと思ってます？アドバイスをしてなんかこうその商材が売れるようにサポートしていくみたいな。なるほど。まあなんか全部が薄くて、でそこの根本にあるのがプライドの高さで、その僕らの話も多分聞いてないし、多分その上司とかも尊敬してないって言ってたけどおるんちゃうかなと思うぐらい、あなたが今自分の周りからいい環境を捨てていってる状態やから、今のまんまやったらどの会社行っても成功せへんで、ほんまに。だからまずプライド捨てるみたいなところから始めないときついと思う。エージェントをやられてらっしゃるんですよね。事業の一個としてやってますね。それってあの私のことをあなたが紹介する力がないってことなんじゃないんですか。だったら私はもう結構です。なるほど。じゃあ僕は全然結構です。あなたに今能力がないと僕は感じているし、その数字のところに弱い、かつ自分の数字を持って話しちゃう。そういうのなんか私のなんか仕事とかぶりとか知らないのに言わないでほしいです。わかりました。他にありますか？もう僕は結構です。営業支援されている平田さんと山田さんの方からはどのようにお考えになりますか？はい、あの清水さんのお話聞いていてすごくこう自分ご自身の仕事にこうプライドを持たれてるってすごい伝わってきたのと、こうトップセールスとか営業とは何かっていうところが若干あのこのままだと曖昧なまま転職活動すると結果的に年収アップっていうところが難しくなるのかなというふうに思っているので、あのまずそこを曖昧にせずに、例えば営業とは仮説をあの設定したりヒアリングするっていうところも能力として必要だったりするので、今あのやられてるお仕事の中で必ずそういったことってやってきたと思うので、そこの棚卸しを丁寧にするとあのすごくいいのかなというふうに思いました。山田さんはもう少しあのいろいろ清水さんのことを深掘りして聞いてみたいなと思いました。っていうのもあの今25歳というところで、はい、あのこれからポテンシャルもありますし、まあ、中期的な目線、長期的な目線を持ってご自身がどうなりたいのか、どういうキャリアを歩んでいきたいのか、まあ、そういったところをお聞きした上で、まあ、それに対して適正な業界だったりとか業種、まあ、どんなところがあるのかっていうところをあの一緒に考えていきたいなと思いました。最後に清水さんから何か一言ありますか？でまあ、一応こういう機会をいただいたので、まあ、もうただ私自身はもう下流の仕事は絶対やりたくない、で今より年収を必ず上げたいとは思ってるので、なんかそういう状況を満たしてくれる人がいるのであれば、まあ、お願いしてもいいかなと思います。そういうとこやで、ほんまに絶対成功せんやから、そんなままやったら。
株元さんからも何かありますか。まあそうですね、まあ、一応見てる方はどうかわかん、あのこれが何本目になるかわかんないですけど、まあ、一応僕から1本目で撮っておりまして、初っ端からなかなか、ね、息のいい方というか、はい、っていうふうに思ってるんですが、まあ、エージェントさんも多分いろいろ支援の実績が多いので、まあ、誰かしら見つかるといいかなと思いますが、まあ、商材がちょっと固定の枠売り営業っていうのもあって、なんで多分そのあんまり数字面の営業利益だったりとかっていうのを気にせず売れてたのかなっていうところはあるので、まあ、結局営業は営業でもう少しコンサルテーションの入るような営業だったりとか、オーダーメイドで作るような営業の方が難易度が高いし、利益率も上がったりとか還元率も高くなったりするんで、で、自分の営業力に結構紐づいたりするんで、まあ、そういう業種業界で、かつ、まあ、このいい感じのね、息のいい感じを望まれるね、企業さんもあれば、エージェントさんが多分挙手してくれるんじゃないかなと思います。はい。最終的にプライドの高さが露呈してしまった志願者。このプライドをエージェントたちはどう受け取ったのか。それでは転職支援をできるのか最終判断に移りたいと思います。金藤さんからお願いします。はい。まあ僕は支援しません。理由も言ってあげてください。はい、理由はそのトップセールスとか、まあ、そういうことはどうでもよくて、スキルとかよりも本当にマインドが大事な仕事っていうのを僕は営業今までやってきて思ってるんで、その上で数字が弱いとかよりももう自信だけ、あとの変なプライドあったりとか、全然自分が俯瞰で見れてないとか、そういうところがだいぶここの矯正に時間かかるなと思ったんで、今何か僕が、まあ、提携させていただいてる企業様に紹介できるかって言ったら今はできないレベルかなと思ってます、はい、太田さんお願いします。はい、今回はちょっとご支援難しいかなっていうふうに考えております。ただアドバイスとして、まあ、今回カウンセリングさせていただいて少し見させていただいたんですけれども、人に何か、人と関わる仕事っていうのは向いていると思いますし、まあ、先ほどちょっと プライドが高いっていうふうなお話ちょっとさせていただいてたんですけれども、ただ目標に向かってその頑張っていく姿勢とか何かに向かっていく姿勢っていうのは人に負けず嫌いっていうのがすごく、ちょっと占いで見させていただいてもそこがすごく強いかなと思うので、目標に向かっていく力っていうのは高いと思います。あと一つ、さっき不動産とかちょっと自分には合っていないみたいなお話しさせていただいたんです、お話ししていただいたんですけれども、占いで見ると不動産とか、何かこうご家庭とか将来ご自身でご結婚とかしたいとか、そういった時の理想像がすごく高いような気がするので、そういうのを間近で見れるようなお仕事っていうのはすごく合っているのかなっていうふうに感じたので、それも一つちょっと頭の片隅に置いて選択肢として持っていただけたらすごくいいかなと思います。ぜひ頑張ってください。諸さんお願いします、はい。僕は結論言うと難しいかなと思ってます、まあ、難しい理由っていうのが2つあって、まあ、1個が下流とか、もう思いっきり断言しちゃうところが結構まずいなって気がしてまして、まあ、要は、仕事ってですね、簡単そうに見えても実は意外と工夫するポイントとかっていろいろあるなと思ってて、まあ、もちろん言いたいことは僕もすごくわかるし、まあ、昔テレアポとかもやってたことあるんで、まあ、なんかそれがやりたいかやりたくないかってとこはすごい理解できるんですけど、まあ、それを、言葉に出していいかどうかってとこはまた別かなって感じですね。だからなんか経営者の人ってやっぱり、特に発言しなくても結構いろんなところ見てるので、なんとなくその人を見下してる感みたいなところとかがやっぱり、なんとなく出てたりすると、まあ、そこはかなりの確率で面接で感じ取られるところがあるかなと思ってます。だからなんかそこはまず、マインドとしてちょっと意識していただけるといいかなってとこと、まあ2点目がですね、多分なんか、こういう感じでお話しされてるってことはなんかその面接とかでも結構その上から目線っていうかちょっとなんか先を感じる担当者っているような気がしてて、まあ僕は普段採用とかもやってるので思うのが、正直言うと能力あったとしてもちょっとなんか他のメンバーとかと喧嘩したりしそうで怖いなってのもありますね。ですので、なんかこの採用に至るかどうかのところって、まあ、単純に能力があるかどうかっていうよりも、なんか一緒にいて、その会社の雰囲気が良くなるかとか、結構そういうお客さんから好かれるかみたいな要素ってかなり重要かなと思うので、なんかそのあたりの部分とかなんか意識していただけたりすると、なんかいい会社と巡り合えるかもしれないので、まあ、なんかそこら辺の部分っていうのを、なんか努力すごくしていただけるといいのかなってところが、まあおせっかいかもしれないんですけど、フィードバックかなって感じですね。
平田さんお願いします。はい、私たちぜひサポートさせていただきたいなと思いました。あの一言で言うと地震の根拠を一緒に考えたいなと思いました。私たち法人営業特化の転職エージェントとしてトップセールスがなぜ売れてきたのかっていうところを一緒に分析するあの面談をやっておりますので、ぜひ清水さんのなぜ売れたのかと今後のキャリアについて一緒に考えられたらなと思いました。山田さんお願いします。はい、サポートさせていただきたいなと思います。まあ、下流とは何かっていうのは置いといて、まあ、ポテンシャル採用をしている会社様って今、まあ、いろんな業界業種、それこそシムさんが先ほどおっしゃっていたコンサルティングの会社さん、まあ、そういった会社様でも第二新卒っていう枠組みでポテンシャルの採用を実施している会社様ってたくさんありますので、まあ、そういった会社様をですね、まあ、清水さんのもう少し、キャリア感とか、まあ、方向性とかいろいろ深掘りした上でご紹介させていただきたいなと思いました。ほんまありがとうございますとか言った方がいいですよ。支援してくださるんですから。ありがとうございます、うん。それでは平田さんと山田さんの2名が支援するということでおめでとうございます。ありがとうございます。それでは転職コロシアム以上になります。ありがとうございました。転職で年収1000万オーバーを目指す志願者、プライドの高さに対して白熱の議論が展開されるも、トップセールスの意地を見せる志願者、ポテンシャルの高さを買われ、見事2社が支援することに。彼女の転職の成功を祈る。転職コロシアムでは転職志願者を募集中。転職に悩める者たちを概要欄から集え。